こんにちは。ストーンイーリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございます。いよいよ8月に入りました。皆さん、夏バテなどしておりませんでしょうか。今回は宇宙の源ゼウスからの重要なメッセージをお届けします。7月29日、京都に宇宙の源ゼウスが降臨しました。ということで、今回も交流会のメンバーと参戦してきました。今回のイベントはあのアネモネさん主催ということでしたが、アネモネさんとしてはいつものように関東でイベントを行うつもりだったようです。しかし、ゼウスたっての希望で初の京都でのイベントになったそうです。ちなみに、優香さんの体に降りてきているゼウスは源の一部ということで、源すべてのエネルギーが降りてきているわけではありません。今回は、宇宙人を地球に招く、オープンコンタクトの先導役になる、霊性を高め、宇宙人事故と地球人事故を統合するというテーマでした。なかなか壮大なテーマで、もはや個人レベルの小さな話ではなく、地球規模、宇宙規模の内容でした。では、ゼウス降臨の前に、優香さんのお話や本の内容も交えてお話しさせていただきます。まずは、これから起こるであろうオープンコンタクトのお話です。このオープンコンタクトとは、簡単に説明すると、私たち地球人と地球外生命体とのコンタクトや交流が公になる、オープンに開かれるということです。つまり、宇宙人や UFO が存在するということを社会的にも承認し認めるということですが、宇宙では2025年から2030年の間にこのオープンコンタクトが起こると計画されています。実はあのバシャールもオープンコンタクトは2025年から2030年の間に起こる可能性が高いと言っているようです。この計画を知らないのは地球に住む私たちだけかもしれません。で、今このオープンコンタクトに向けて、日本にある山などにたくさんの宇宙船が磁場調整にやってきているそうです。だから最近目撃情報が多いのだと言っていました。そして、オープンコンタクトが起こるために一番大事なこと、一番必要なことは、宇宙人などに対する私たちの意識改革、私たちの理解です。一定数の人が宇宙人や UFO を信じ、オープンコンタクトを願う人が増えれば、2025年以降、オープンコンタクトが叶うそうです。もともとは私たちも宇宙から来た存在です。なので、自分自身も宇宙から来た存在だということを思い出せば、契約が解除されるそうです。優香さんは、オープンコンタクトを起こすためには、この契約が解除された人が一定数必要だと言っていました。ちなみに、私たちの意識が開かれず、一定数の人数に達しなければ、オープンコンタクトは延期され、さらに人類を目覚めさせるようなことが起こるだろうということでした。延期にならないためにも、私たちは早急に意識を開いていかなければいけません。ちなみに、今までは宇宙の存在たちは、直接地球に関与できませんでした。なので、地球で何か目的を果たしたい場合は、肉体を持つ必要があったんですね。そして、地球のルールにのっとって記憶を消し、すべて忘れた状態で地球に生まれてくる必要がありました。でも、このオープンコンタクトが起きると、宇宙の存在たちは直接地球に関与できるようになるということです。こうしてオープンコンタクトが起こせるようになったのも、地球が4次元に移行してエネルギーが軽くなったことが大きいようです。優香さんたちのお話の後、いよいよゼウス降臨ということで、私もドキドキでしたが、優香さんがゼウスを下ろし、顔を上げ、お呼びいただきありがとうございますと声を聞いた時、胸に込み上げてくるものがあり、感動して涙ぐんでしまいました。それは他の方々も同じだったようです。動画で見ている時と同じで、ゼウスはとても紳士的で優しい表情で、大きな安心感がありました。
ちなみにゼウスが降りてくる直前、今日は勉強会だとゼウスが言っていたようです。ということでゼウス教授の勉強会が始まりました。まず今回なぜ京都だったのか、京都の役割なども教えてくれました。京都という土地は霊的にもずっと日本の中心として存在していて、過去世においても多くの魂たちのカルマが絡み合っている土地なんだそうです。つまり過去世で京都に縁のある魂が多いから、みんなが集まってきやすい場所なんだそうです。ちなみにカルマというのは解消する必要がないカルマもあるそうです。人生を止めてしまうような重いカルマもあるけど、人生を後押ししてくれるカルマもあるということです。このカルマをうまく使うには心のままに進めばいいということでした。つまりカルマの解消が必要ならば、カルマを解消するような出来事が現実に自然と現れるということです。心のままに進めば自然とカルマを解消するような現象が現れるので、そこで対処して解消していけばいいということです。勉強になりますね。あとゼウスも他の方もそうですが、これから日本の中心は東京ではなく関西に移ると言われていますよね。ゼウス曰く、そうなった時自然な流れで経済の中心は大阪になり、政治の中心は京都になるということでした。そして小さな国、つまり自治体が集まる場所、国づくりのリーダーが集まる場所、サミットが行われる場所が愛知県だと言っていました。で、これから霊的な中心の土地は九州の阿蘇になり、九州は外国人や海外の情報が入ってくる入り口となるそうです。なので海外から来る人はまず阿蘇に挨拶をしてから入ることになると。ただこれはあくまでも宇宙のプランだそうです。そしてここからが肝心なんですが、これからは一人一人が自分の生きる環境づくりをしていくことが大切だと言っていました。本にも書かれていますが、ゼウスはこれから地球の環境は大きく変化すると言っています。で、本にはこのように書かれています。ポールシフトが起き、自然災害や地震によって消滅する土地もあるが、逆に生まれる土地もある。私たちが住んでいる大陸の形や土地のあり方が変わることも多少はしょうがないと考えてください。このように書かれています。もちろんこれは世界的に起こることです。日本においては、日本の土地は残るけど、今の地形のまま残るわけではないそうです。じゃあ、ポールシフトの時期を迎えるにあたって何が大切かというと、今現在住んでいる土地や自然とつながり、今から共存していく必要がある、このように書かれています。ちなみに私たちが今世で住んでいる土地は過去の魂の縁、今の役割の縁などで住んでいるそうです。私は今世いろんな土地を転々としているので、ひょっとしたら過去世旅人だったのかもしれません。あやこさんのセッションを受けた時、男性のヨーロッパの過去世を私は持っていて、その時もあちこち移動する旅人だったと言われました。まあとにかく今住んでいる土地があまり気に入っていなかったり、将来引っ越しを考えているなら、頭で考えて条件で住むのではなく感覚で選んで住んでくださいとのことでした。災害に合わない安全な場所はどこだろうと不安や心配で選ぶのではなく、自分が住みたい場所や心惹かれる場所で選ぶといいそうです。あと自分がその土地で生きているその先のイメージが浮かぶ場所、その先の未来が想像できる場所を選んでくださいとのことでした。ゼウスはこれまでも移動するよう常に働きかけてきたと言っていましたが、今それぞれがどこに住むのか真剣に向き合う必要があるそうです。自然環境の大きな変化が来る前に住みたい場所、惹かれる場所に移動して新しい環境に馴染んでいた方がいいということですね。まあ、つまり今の環境に満足していない人は、今のうちに心惹かれる場所に引っ越しをして、その土地の意識や神様とつながり、周りの人とコミュニケーションをとり、環境を整えておいた方がいいということだと思います。
私は縁あって滋賀県の琵琶湖の目の前に今住んでいますが、実は滋賀県は災害が少ない県ランキングで1位なんですね。この話は引っ越しをしてから知りました。なので今このタイミングで滋賀県に住んでいるというのもハイヤーセルフが導いてくれたのかなと思っています。あと前詞はずっと水源のある場所が重要とも言っています。水が湧く場所は災害が起きにくいということですが、滋賀県は琵琶湖もあるし、山からじゃんじゃん琵琶湖に向かって水が流れているのできっと大丈夫だろうと安心しています。で、このポールシフトは2024年から2026年にかけて起きると本には書かれていますが、もしも本当に起きるとしたら、この時多くの人間や動植物が消えていくのではないかなと思っています。まあそれはそれで自然の摂理ということで仕方がないと思うんですが、でもせっかくこの時期に地球に来たので、まだまだその先の世界も見たいですよね。ということで、このポールシフトの時期を生き残るために大切なことをお伝えしますね。まず土地にいる存在とつながり合うことが重要のようです。実はこの土地にいる存在たちの役割は私たちが思っている以上に大きいようです。確かに古い時代は土地にいる存在を神として崇め、その存在を祀りながら生きていました。この土地にいる存在とつながる暮らしを取り戻すためには祭りが重要なんだそうです。ちなみに祭りとは宇宙と土地と人がつながる重要な行事なんだそうです。だから昔の人々は祭りを大切にしていたんですね。しかし現代社会では日々の生活に追われ、このような行事を忘れ、社会はどんどんずれていったんですね。今そのずれを戻す必要があります。そのずれを修正し中心に戻してくれるのが祭りの役割なんです。しかしこれまでの祭りは過去に必要な祭りだったので、これからは新しい祭りの形を作る必要があるそうです。なぜなら聖地も霊ラインも変わるので、だから祭りも新しく変わる必要があるんですね。ゆうかさんも小さな祭りをご自分でされていますが、まあ、なかなか祭りができないという人は普段の生活の中で土地に感謝をし、土地に祈りを捧げることが大切ということです。あとライトワーカーとしての心構えなどありますかという質問に対して、意外にもライトワーカーの心構えなどいりませんという答えでした。宇宙としてはありのままの自分で宇宙と一緒に遊んでくれる人、物理次元で一緒に共同創造してくれる人を求めているようです。だから私たちにこのような情報を送っているんですね。我々と一緒に進みたい人は協力してほしいとお願いしています、とこのようにゼウスは言っていました。あと新しい世界についてですが、今後はお金の概念やお金の存在そのものがなくなっていくと言われていますよね。そんな新しい社会の中、仮想空間で才能や能力など物々交換をしていくことになるそうです。実は宇宙とはすでにこのような空間なんですね。その宇宙で行われている世界を地球に転写しコピーして営んでいくと、つまり宇宙にはお金などなく才能や能力を交換して成り立っている空間ということだと思います。その宇宙のやり方をコピーして地球という仮想空間に下ろすという意味ではないかなと思いました。あと仮想空間とは意識だけの世界になると、そんなようなことを言っていたと思います。なので肉体意識を強く持ちながら仮想空間をうまく利用すること、肉体を忘れるとどこまでも漂い帰れなくなるとも言っていました。なのでそうならないよう自然の大変革が起こり、一旦肉体に意識が戻るようなことが起こるそうです。つまり仮想空間の世界だけに意識が集中しないよう、一旦地球と深くつながり、一旦肉体意識で生きるようなことが起こるということです。それがネットの切断や電気系統が止まるということです。
なので肉体とつながり、しっかりと肉体を意識することが大切なんだそうです。地球とつながるゲートを発達させてほしいということで、そのためにも足が大切だとゼウスは言っていました。とにかく今後は足の裏で大地とつながり、地球としっかりとつながることが重要のようです。はい、ということで今回は以上となります。今回は宇宙の根源ゼウスからの重要なメッセージをお届けしました。まだまだ話したいことがたくさんありますので、次回もお届けしたいと思います。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。